最近みなみがね使っている写真アプリを紹介したいと思います。イエーイ。ということでね、みなみが使っているのは、今このね動画で撮っているのは YouLike ってやつです。 YouLike はねすっごいいいよ、みんなわかる？すっごいいいよ、うん、どんな感じかをね見せたいと思います。それではレッツゴー。パチッ。ということでね、どういう感じか見せていきたいと思います。こっちとこっち誰って感じだけどね、ごめんねはい、ということでね見せていこうと思います。はい、まずこれフィルターがねたくさんあります。みなみが使ってるのはこのフィルターなんだけど、いろいろとねこういう感じ、白かったり、白いね、うん、こういう感じだったり、こういうのだったり、白黒とかがあります。はいね、みなみはこれが好きです。はい、でメイクとかも変えられます。このねラインだったり、すごいカラコンだったりも入れられます。ほらピンクとか入れた方が分かりやすいかな。はい、ピンクとか入れるとこんな感じです。はい、でみなみがあとはここでシャープにしたりね、うーんとかねできます。いろいろとあるからみんな見てみてね。そう、歯を白くしたりはできるよ。わかんないか、あんまりでスマイルとかも口角が勝手にね上がってくれたりもします。はい、でスタンプはねあんまりないんだけど、勝手にメイクしてくれたり、こういうハートがついたりとか、あとこういうお花がついたり、あとはね、まあ、勝手にメイクしてくれるのが多いかな。こういうの桃とかでタップすると切り替わるよみたいなのもねあります。はい、こんな感じです。でこういうスタンプとか使うとメイクができません。はい、なのでまずこれで撮って気に入らないところあったら、撮った後に編集とかねしたらね使えると思います。みなみはすっぴんの時によくこれでメイクしてあげてます。なのでね、あのすっぴんの日にもね使えるアプリなので、よかったらみんな使ってみてください。では以上みなみでした。バイバーイ、アンニョン。終わり。こんばんは。